定に、こちらの壁面の大きさをお知らせして、デザインしていただいたためになります。細かい設計図を書いていただいて、で、作っていただいたんですけれども、こんなふうなこういうデザインですとか、こう簡単そうなんですけど、これ日本でないんです。でこちらのこのモールは絶対日本で手に入らないだろうというと、このモールだけフランスから送ってもらいました。で日本の大工さんが作ってくれたんですけれども、後にヤッテンさんがうちのお店に来られた時に、すごく丁寧で綺麗で、やっぱり日本の職人さんは違うっていうふうに褒めてもらいました。こちらのゴールドの色は私の方がこの棚をゴールドにしたいっていうふうにお願いして、で色出しをしてカラーサンプルを作っていただいて、日本でペイントしました。これはアスティエ の, このすごく素朴な雰囲気と、あとゴールドの、少しゴージャスな雰囲気とのミスマッチ感が面白いなと思って、ゴールドっていうふうにお願いしました。私はファッションのグッズとか、あとイタリアのシューズなんかのバイヤーだったんですけれども、それで展示会シーズンにはヨーロッパをこう1ヶ月ぐらい展示会ずっと回ってたんですね。でその時にパリは展示会もあったんですけど、ちょっと憩いの時間というか、息抜きの時間というか、パリでちょっとホッとするっていうような時間を持ってたんです。でその時にちっちゃな細い通りなんですけど、シェルスミディってサンジェルマンにある小道がすごく大好きで、プラダとかミュウミュウとかそういうブランドショップもあるんですけれども、いつも楽しくそこをウィンドショッピングしてたんですけれども、そこですごくね、なんかこう中年向きのお店、ブティックの中に、なんかちょっとミスマッチな感じでアスティエがこうガサガサってディスプレイしてあったのを見たのが、アスティエと出会って初めて の瞬間でした。ファッショングッズ のバイヤーをしていて、デザイナーのすごくこう何ていうか心というか、新しいものを作りたいとか、いいものを作りたいっていう心に触れて、すごく楽しい仕事ではあったんですけれども、やっぱりファッションというのは、今シーズンはマストでベストなものが、来シーズンには時代遅れのものになる、ダサいものになるっていう風な世界なので、でそういう中でこうアスティを見た時に、すごくなんかずっと残っていくものなんだなっていう風に感じたのを覚えています。それはやっぱりアスティエっていうのはファッションのように、その次の時代になっても絶対に否定されないものなんだなっていうふうに感じたんですね。それで出張の旅、パリに行くために、そこで手持ちの分だけ買って帰るのがすごく楽しみになりました。後になってアスティエのオーナーさんのフノワさんに、どうしてなんかちょっとこう垢抜けない感じのお店にあったのっていうふうに聞くと、彼がなんか、最初こう立ち上げたばっかりで全然こう売れないから、隣 の, うちのおばさんが、じゃあお店に置いてあげるよって言って置いてくれてたそうなんですね。なのでやっぱりこう才能のある人っていうのはこう周りがほっとかないんだなっていうふうに思いました。アスティエは食洗機とか電子レンジに対応している強い植物で、やっぱりこう素材感がすごくちょっと素朴な雰囲気もあるので、日々のお惣菜とかにも全然使っていただけるので、デイリーに使っていただいたらなって思います。